笑顔、笑顔、笑顔。コート上で笑顔を絶やさない千原台高校女子ハンドボール部3年の川上ありささん。キャプテンでチームを勝利に導くエースです。今月行われた高校総体決勝では10得点を挙げる大活躍を見せ、チームを3連覇に導きました。試合展開の中では苦しい場面とか多かったんですけど、しっかりみんなで走って勝ち抜くことができてよかったです。最大の持ち味はスピード。相手のミスからボールを奪うとすぐにトップスピードへ。あっという間に得点を挙げます。カットインのスピードと背がちっちゃいのでたくさん走って速いスピードでいけるかなと思います。身長は153センチ。小柄な体格を生かしたフットワークも特徴の一つです。指導する小松監督も太鼓判を押します。やっぱりスピードがある。でその中で相手を、瞬時に抜いていく、そのフェイント能力が持ち味なところですね。教えてできるようなものじゃないので、彼女のプレーは多分持って生まれたものと、まあ、今までの努力の賜物だと思います。例えばこのシーン、一度左に動き相手ディフェンスを引きつけると空いたスペースにすぐさま入り得点。瞬時の判断と素早い動きが光ります。相手の周りにできるだけ入らないようにっていうのを意識してステップ見ながらやってます。相手を見るっていうか、相手の足の動きを見て、相手こっち来た、だからこっちに行こうって感じでやってます。なぜこうしたプレーができるのか。小学校の時からそういう細かいステップはやってきたので、やっぱり小学校からの積み重ねかなと思います。姉の影響で小学4年生からハンドボールを始めた川上さん。負けず嫌いで誰よりも練習に励んでいました。小学校時代には九州で3位、中学校時代には全国でベスト16、そして去年18歳以下の日本代表に県内で唯一選ばれました。小学校の頃から日本代表になりたいってずっと思ってて、選ばれることができたからとても嬉しかったし、親戚の方もいっぱい喜んでくれて、もう本当に嬉しいが一番でした。8月には中国で開催される世界大会に出場予定です。日本代表では一番小柄ですが、大きな選手を圧倒したいと意気込みます。自分の持ち味をしっかり活かせると思うので、どんな相手でも絶対負けないスピードをもっともっと強化して頑張りたいと思います。今から日本代表川上さんのシュート技術を体感していきたいと思います。一本ぐらいは止めたいと思います。うわ速さに圧倒されます。これ目で追えないんですよね、動きが。止めた。早すぎましたね。いつ来るかなと思った瞬間も飛んでて、で飛んだ方向に行こうとしたら逆方向に打たれるんで、もう止めることができないんですよね。あと痛かった。でも止めました。スピードに磨きをかけるとともに、もう一つ取り組んでいることが。今日は、おかずとかの量を持って1キロくらいあります。行きましょう。いただきます。食トレです。週に2回およそ1キロのお弁当を持ち込み、昼休みを中心に練習が始まるまでに全部を食べきります。もともと男子ハンドボール部が1キロ弁当というのをしてて、でそれで
やっぱ体格とかがっしりしてるから、私たち結構ちっちゃいチームだから、まずは体格作りからってことで、お弁当、ご飯をいっぱい食べようってなって始めました。去年8月に始めてから10ヶ月、効果が現れているといいます。体幹とかは結構強くなった自信があります。プレーとしてはやっぱり自分たちより大きな相手に押されても簡単には倒れないところとかです。キャプテンとしてチームをまとめる反面、ムードメーカーでもあります。あ、一発芸できます。終わるって待って、一発芸できます。チームメートから一発芸を振られると、一発芸いきます。こちらリビングになります。あ、ありがとうございます。ここのドア電流通ってるので気をつけてください。あ、わかりました。おお、ビリビリビング。チームを盛り上げ、笑顔も魅力の小柄なスピードスターはさらなる高みを目指しています。インターハイでは絶対ベスト8以上行って、千原台の歴史を作りたいと思います。もっと上に上に行って、いつかは大学でもトップレベルの選手になれるように頑張りたいと思います。